どうも野口達郎です。今日は野球企画、はぐるぐるバット対決、イエイ。今回対決するのはこの男、大福太郎です。どうも彼は少年野球チームで一緒だった盟友です。今日は彼と戦います。対戦のルールの説明です。バットを持ってぐる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 一回回って、その後にボールを投げます。ボールを投げてキャッチできるかできないか、その勝負です。もしできなかったら罰ゲームとして一番向こうまで行って帰ってきます。これを2本やります。以上です。はい、1回目の野口達郎のチャレンジが始まります。スタート。やばい。大福スタート2、3、4、9、10。うわやばいやばい、気持ち悪いマジ気持ち悪いこれ。大福も失敗気持ち悪すぎる大福も失敗ですいきますバス1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、大福太郎の2本目の挑戦始まります。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いくよあは成功です。あ、成功です。気持ち悪い、マジで。うわ、ぐるぐるしてる、本当にもう気持ち悪いはい、大福太郎成功負けました。罰ゲーム10回やって走って帰ってきます。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。